さあ、CR-V 初乗りです。北海道で雪の中で走った以来なんですけど、非常にパッケージとこの車の乗り心地とかね、なんか走りがすごくバランスよく洗練されましたよね。で、北海道で乗った時は、2モーターのストロングハイブリッドだったんですね。で、当然ヨーロッパは CO2、厳しい戦いやってますから、ハイブリッドが主力かなと思ったら、意外にホンダとしては今までヨーロッパでハイブリッドは出してなかったそうなんですね。そういう意味でこの CR-V がハイブリッド、頭出しということになりますね。今までホンダはこの CR-V にディーゼルを使ってましたね。そのディーゼル、自前のディーゼルだったんですけども、それがやがてハイブリッドに切り替わっていくというイメージだと思いますけど、まだディーゼルはシビックには残ってるんですけどね。ということで今回期待したハイブリッドではなく、1.5 リッターターボ、マニュアルと CVT が、今回その最初にヨーロッパでローンチされた CR-V です。日本ではもちろんハイブリッドが主力になると思いますね。この辺は夏過ぎ頃に発表になると思います。さて、実際にこう乗ってみると、今19インチのミシュランタイヤ履いてるんですけど、乗り心地が本当にいいですね。普段自分が乗ってるレンジローバースポーツよりも、なんかこうタイヤとかサスペンションのあたりがマイルドで、非常にこう快適性はいいですね。それでいてあんまりこうふにゃふにゃした感じのサスペンションではないので、この辺は本当にこうボディとシャシー性能がすごく良くなってきてます。もっともこの CR-V、2016年には世界で最も売れた SUV として、その記録をホールディングしてますが、当時2年前は約70万台ぐらい売れたそうなんですね。で、その大人気の4代目 CR-V が今回フルモデルして、5代目で、当然全長とか、サイズ的には少し大きくなっていますけども、今回の CR-V、実は2列シートと3列シートが同じボディで存在するんですね。2列と3列が選べるそうです。もちろん日本ではそのハイブリッドガソリンターボ 1.5 リッターターボが用意されますが、今回はヨーロッパではこの 1.5 ターボ CVT のみ、試乗してますね。ホンダらしさとホンダらしくないところっていうのはすごくあるんですけど、細かいその使い勝手の良さとか、シートアレンジとか、あとそのサイドステップのところ、背が高い車って結構ズボンの裾が汚れたりするんですけど、それはドアの下の方まで、泥が入らないようなゴムのカバーをつけたり、やはり5代目 SUV ということだけあって、その経験が十分生かされてますね。街中は本当に乗りやすいし、低速のトルクもあって快適です。最大トルクは 1.5 リッターターボで220ニュートンぐらい出てますね。で、このぐらいのトルクだったら CVT でも十分にこなせるわけですね。この辺のカントリーロはサスペンションがいいな。ストローク感があってタイヤの当たりがしなやか で、かつボディのダンピングもいいですね。ニュルの周りでよくチューニングしてたという話を聞きますが、おそらくこのシャシーだったらニュルもある程度走れるんじゃないかなという気がしますね。